見て見て、このなんか鬱蒼としとるよね。ゴキブリ見に行ってみる。歩いてちょっとゴキブリ。うん、多分ちょっとさっきのゴキブリのところ行ってみようか。もう消えておらんかもしれん。結構ゴキブリまであるでしょ。結構走っとったんじゃね。うん、いや、あんな距離あったっけ。もうええよ、ゴキブリ。ゴキブリみたい。うん、木上めくれとるし。そうそう、落雷かね、あれ。あ、でも割れてないけ違うね。これカンタさん前通った道？だ、息子と一緒に通った道。俺これ初めて。だったらもう一本あるってことよね。そういうことよね。じゃあ、あの登場あたりでもっと向こうだと思うよね、もう一本。どっち？帰るのはこっちだけど。帰るのはあっち？あ、それは多分そうだけ、そう落ちた。半分もない。さあ、これはどっちへ行くん、どこ行くんでしょうか。林道があった。走っちゃろか思っとる。うん、そやろ。普通あのタイヤ内緒なんだけど、ミニバイクのロードレース用のタイヤだけね、柔らかい。水のないやつだっけ。 USF 型のバイクのタイヤだっけ。スコルパいる？崩れとるんじゃろ、あれ。え？道じゃなくて崩れとるだけだよ。なんか道に見えるね。道に見えん、わしには。あ、そう。なんなら崩れてた。ごめん。じゃあ行く。また先進む。上がれるじゃん。上がれんって。いや、俺は上がったよ。みんながみんな地元一緒にしちゃダメ。だってプロ。よいか。
めて。上がった道動画見てた。あ、これ出るんかも。あれ白木へ出れるの？本当行ってみる。やばいじゃん。あの誰誰が道、何その真顔でやばいっていうの。だってあの動画見とって先生しとってわかるもん。あのこんなんないの。あれはグロムですよ。なるほど。これタイヤ大きいよ。これあるよ。うん。もうまた行ったろか思うよ。なんか楽しそうなとこがいっぱいあるよ。向こう側はずーっとあのアソルタってこと自体やったの。そうそう。ねえ。向こうにはアソルタだったからとかあったけど、ここが次の向こう。どうしたの？また見つけてから。獣にしよう。出る。ここで出る出る、ここで待ち。千と千尋のお供だ。こんなとこで元気よく発信してない。また力を抜いてから。ちょっといい景色。